J Channel. J Channel. J Channel. 皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は白山市一流野にございます一流野高原ホテルロアンをご紹介したいと思います。金沢市内から車を走らせること約70分、恋人の聖地白山一里野にございます炉端焼きと桶酒が楽しめる一里野高原ホテルロアンへやってまいりました。チェックインを済ませた後、案内されたのが3階の317号室でございます。入り口を入って右側はバス・トイレでございます。中にはシャンプー・リンス・ボディーソープ、ドライヤー、コップが備え付けられておりますが、ひげ剃りだけはフロントで受け取ることになります。そしてこちら蛇口のハンドルは向かって左側がお湯、右側が水になっております。さあいよいよお部屋の中でございます。襖を開けますと正面には座卓、その上にはお盆の中にお茶、お茶菓子、そして奥に入っていきますと寝室になってございます。右手の方には32型の大型テレビ、それから金庫、アメニティ、ハンドタオル、靴下などが入ったカゴ、その横には浴衣にバスタオル、バスタオルの下にはサムエが用意されてございました。でさらに中の方に行きますと、こちらはクローゼットになっておりまして、その奥は下に冷蔵庫、それからコップにポット、洗面台にハンドソープ、それから電子ポットも用意されております。次はその反対側の障子を開けますと、はい、こちら広縁になっておりました。そして窓を開けると裏の森から涼しい風が入り込んできまして、部屋に居ながらにして森林浴を楽しむことができます。で風呂上がり、屋内森林浴を楽しみながらの缶ビールでございます。最高です。お部屋で森林浴を楽しんだ後、館内散策へとやってまいりました。こちらは1階ロビーでございます。奥の方に行きますと有料のボードサッカーゲームが置いてありました。そしてその傍らにはツキノワグマの剥製がございます。ロビー隅の方には薪ストーブと薪が置いてありました。このロアンさん林業も営んでいますので、薪はすべて自家製でございます。そしてこちらは浴衣なんですが、女性用と男性用がございます。その隣にはスリッパが置いてあります。ロアンの館内では素足または靴下で過ごすことになるんですが、それが気になる方用のためにスリッパを設置しておるとのことです。そしてその向かい側にはお土産所がございます。こちらでは一里野を中心とした白山市の名産品や特産品が揃っておりまして、白山 T シャツやカレー、そしてこちらは深瀬のヒノキ傘でございます。こちらは築100年の古民家を移築したお食事処民芸炭火焼き安家丼でございます。円座敷を歩いていきますと右手に小池がございまして、その左側がいろりのあるお部屋になっております。こちらが築100年の古民家から移築したいろりの間でございます。こちらの大きな古時計は100年間時を刻んでおるとのことです。この時すでに炭に火が入っておりまして、18時30分のお食事開始に合わせて準備が整えられておりました。またロビーへ戻ってまいりました。階段付近には掲示板がございまして、そこには地域の情報などが掲示されておりました。また階段横にはおもちゃコーナーと書籍コーナーがございます。書籍コーナーではガイドブック、白山に関連する書籍などがございます。またおもちゃコーナーには黒ひげ危機一発ゲームや積み木、それからけん玉や駒、あとオセロや人生ゲームもございました。その他1階ロビーには露天風呂もあるんですが、これは後でじっくりとご紹介することとして、次は2階でございます。正面に見えてまいりますのは卓球台とビリヤード台でございます。こちらはレンタルで60分300円でございます。でその隣には喫煙ルーム、それから扉を開けますとこちらテラスになっております。あいにくの天気だったのでね、ここでくつろぐことはできなかったんですが、天気のいい日などはね、この森林浴をしながらのんびりなんていうこともできるんでしょうね。その他、白山サウナ、三四水明がございます。こちらは通路の一番奥にあたりまして、端から端まで歩くことになります。そして緑色ののれんをくぐりますと、その先がサウナの入り口になります。このサウナ、基本的に貸し切り利用ですので、他人の目を気にすることなく存分にサウナを満喫することができます。ですので、家族やカップル、グループ利用などには最適かと思います。また、月1回の特別営業日は一般利用も可能になっておりまして、お一人様120分利用で2500円となっております。はい、待望のお食事タイムでございます。今回用意していただいたのは、白山いろり炭火膳デラックスでございます。まずは食前酒の梅酒、それからビールで乾杯でございます。今回僕は飲み放題コースを注文しておりますので、気にせずグビグビ飲むことができます。最高です。では、準備が整ったところでいただきます。お献立の方ですが、主に白山地和物の食材や契約農家からのオーガニック野菜などを使用した全10品が出てまいります。はい、こちらは近隣の旧小口村に伝わる郷土料理、くず回しでございます。さらにこちらは白山名物片豆腐の上に鹿肉のそぼろあんをかけたお料理でございます。通常、片豆腐は刺身醤油でいただくんですが、ほんのり甘い鹿肉のそぼろあん、これだけでご飯 2,3 杯はいける感じです。とか言いながら、ご飯はまだまだ後なので、とりあえずビールを流し込んでおります。いろりを前に食事をしておりますと、炭火の熱で体がほてってまいりますので、こういう時のビールっていうのはすごく進むんですよね。お次は炭火焼きの定番、川魚の串焼きでございます。今回はイワナでございました。頭から丸かじりでございます。こちらは熊肉ロース炙りでございます。これを生姜醤油でいただくんですが、口に運んだ食感はですね、蒸発してなくなるといった感じでございました。本当にトロットロで溶けてなくなるような感じがいたしました。非常に美味しい熊肉でございます。ちなみに月の輪熊でございます。ロース炙りの余韻を楽しみつつ、ビールを1杯。次にいただきますのはレアな食材、鹿肉のすき焼きでございます。鮮やかな赤色をしておりますので、先ほどの生姜醤油につけて生でいただくのも悪くないかななんて考えたんですが、やはりここは鍋にいたしました。もみじ鍋でございます。続きましては網焼き。こちらは熊肉のアヒージョ、それから片豆腐うど味噌田楽でございます。かなり熱々でございました。ちょっとね、ホフホフしております。お次は飛騨牛ヒレ肉でございます。最高級 A5 ランクでございます。これを特製の味噌だれにくぐらせていただいております。このお茶碗はイノシシの角煮でございます。プルンプルンでしたね。食感はと言いますと、そうですね、茶碗蒸しのような、そういった食感で、口の中に入れますとほんのり甘辛く味付けされたイノシシ肉がふわっと広がる感覚がございました。で、こちらは白山名物とちもちでございます。中のあんこが熱くなってますので、食べるときは注意が必要です。お料理の最後は山下さん家のコシヒカリとお吸い物でございます。そしていよいよ登場です。マスター J も大好きなイワナのコツ酒でございます。今回ちょっと注文するのが遅れてしまいまして、で最後になってしまったわけなんですが、これはオーダーを通してから20分から30分ほどの時間がかかりますので、なるべく早めに注文されることをお勧めいたします。はい、ということで、このね、お酒が黄色くなってるんですよね。イワナのうまみの成分と日本酒のうまみがねちょうど合わさって素晴らしい一献になっております。石川県のごつ酒の飲み方は地域ごとに違っているんですね。で、大きな器で回し飲みをする地域もあれば、ぐい飲みやおちょこなどに注いでいただくという飲み方をする地域もあるそうです。それとたまにコツ酒のイワナを食べちゃう人いるんですけども、これはねあまり美味しくないのでおすすめできません。でもイワナのコツ酒は最高です。ダブルグッドサインです。最後のアイスクリームをいただきましてごちそうさまでした。美味しかったです。食事の後には楽しいイベントがございます。ホタルと星空鑑賞ツアーでございます。こちらは有料にはなるんですが、通年6月下旬から7月中旬頃までこのツアーが開催されております。そしてこのツアー、全国的にも珍しい源氏ボタルと平家ボタルが両方見られるんですね。8の字を描くようにしてゆっくり長く光るのが源氏ボタル、まっすぐ飛びながら鋭角に曲がって点滅するように早く光るのが平家ボタルだそうでございます。天空の星、地上のホタル、源平乱舞、一里の舞、マスター J もおすすめのツアーでございます。そしてこちらはロアンから歩いてすぐのところ、一里のスキー場に設置された白山一里のイルミネーションでございます。こちらは無料で鑑賞できますので、ぜひご覧になってみてください。ホタルとイルミネーションを鑑賞した後は、宿泊プランに貸し切り露天風呂のサービスがついておりましたので、そちらで桶酒をいただくことにいたしました。この桶酒、別料金になりますのでご注意ください。で、室内ですが、脱衣所兼洗面台、内湯、露天風呂の構成になっております。洗面台にはひげ剃りやアメニティなどが用意されております。はい、ということで桶酒を湯船に浮かべております。ただこの飲み方としてはですね、この状態で飲むのではなくて、このように岩の上に置いてそこからいただくことになります。で、中にはマスの上に置かれたコップ酒になっております。まず最初にですね、マスに溜まったお酒をいただきまして、その後にコップ酒という流れになります。温かいお湯に浸かりながら森からの風を感じつついただく桶酒、最高ですね。グッドサインでございます。昨夜の雨から一転して、翌朝は好天に恵まれ、すがすがしい朝を迎えることができました。そして朝食の時間がやってまいりましたので、2階にございますいろりダイニング杉の子へやってまいりました。中に入りますと吹き抜けの高い天井と広々とした空間がそこに広がっておりました。そして懐かしいこちらダイヤル式の電話ですね。で、朝食の献立ですが、しめじごま和え、山ごぼうの味噌漬け、片豆腐刺身やニジマスバター焼き、せいろ蒸し、温泉卵でございます。またご飯系では四国米となめこの雑炊、炊きたてのご飯とお味噌汁、お漬物でございました。いやー、朝からこれだけの品数が並びますとテンションが上がってきますね。そして一日の活力がみなぎってまいります。最初にいただいておりますのは四国米の雑炊でございます。それからお味噌汁、ご飯の順でいただいていくんですけども、このお米は契約農家から取り寄せているお米だそうでして、原農薬栽培米を自家精米して炊き上げておりますので、小粒ながらふっくらと柔らかく、噛めば噛むほど甘みの増す美味しいご飯に仕上がっております。その他のおかずも山の幸を中心としたとってもヘルシーなおかずになっております。特にですね、このしめじのごま和えなんていうのはですね、非常に美味でしたね。そしてこちら片豆腐、今日はわさび醤油でいただいております。これがまたご飯が進むんですよね。ということで完食でございます。で、お茶を飲もうと思いましたら、茶柱が立ってございました。今日朝からですね、縁起が良い一日になりそうです。ごちそうさまでした。今回は露天風呂と炉端焼きということでご紹介したんですが、一里の高原ホテルロアンではグランピングと貸し切りテントサウナのサービスも行っております。次回当チャンネルではそちらの方も紹介しようと計画しておりますので、配信の折にはぜひご覧になってください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。